久保さん、意味がないことでも意味は生まれるって感じですかね。うん。なんか意味ないことを続けてでも意味ないことを続けたという意味がで,できるじゃないですか。申し訳ないますね。これ言葉のあやというか。でも実際そうなんですよ。意味がないことを続けると意味がないことを続けたという意味ができますよね。生まれますよね。で、意味がないことを続けていく過程の中でいろんな派生が出てくる。 例えば、あの、まあ、久保さんと僕のこのただのやり取りなんだけども、まだやってるんだと。みたいな感じで、まあ、その、結局お客さんの、こう、まあ、そこで商品売れたりとかね、またなんか売れたりとか、その相談が来たりとか、まあ、久保さんとのこのやり取り、なんか意味あるんですかと。それやって意味あんのみたいな。意味、意味あるかどうかわからんけど、だから、ピカソもね、まあ、堀江さんに僕は、それ聞いて意味あんのみたいなねその。聞いて意味あんのっていうことをずっと使いますけど、 ピカソも全部が、じゃあこれ、意味あこの絵を描いて意味あんのかなとか、これ、売れるのかなとまあそういう感じでね、やってたわけじゃないと思うんですよ。と,とりあえず書いて、だって当たるかどうかわかんないし、売れるかどうかもわかんないわけですから、とりあえず数こなして、その、 意味があるかどうかわからないと。稼げるかどうかわからない。この絵が評価されるかされないかわからないけど、とりあえずやるみたいなで。とりあえずやった結果、意味がなかったことももちろんあったかもしれないと。でも意味がないこともあったかもしれないけど、それを乗り越えて、それでもやったから意味が出てきたみたいなね。 なんだ、こんなやっても稼げないじゃん。こんなに動画撮っても1円も稼げないじゃん。はい、やめました。ピカソもね。なんだ、俺こんなに今1、なんだ、3000点ぐらい絵描いたけど、全然売れねえじゃん。誰も評価してくれねえじゃん。やめました。でもはなかったんですよね。1万点ぐらい作ってったと。<laughs> 懲りずに。エジソンもそうですよね。俺は1万回失敗したわけじゃないみたいに言ってますけど、エジソンも途中でね、これ電球開発しても意味あんのかなみたいなね。 もう無理だよね三千3,000回も失敗してるしみたいなさすがに無理だよねつってで諦めてたらその電気は生まれてないだろうしねだからその続けるっていうのは結局その続けることから何か生まれたりするのでもちろんそれもじゃあ1万回続けたから100万回続けたから絶対成功できるのかっていうわけでもないんですけどもでもそれを続けたっていう意味はできますよね自分の中で俺はやったなと意味ないことでもやれたなっていう自信はつくだろうし か意味ないことでも意味付けはできるかなっていうところですね。いってらっしゃい。